こちらのところを見いただいてもよろしいですか、あの笑顔で、少し湿布、軽装を知るということは私の信条でもありますからあの、えーまああの、私は競技人生、今までであの恵まれたことといえば、やはりライバルがいた,いたことだと思います。より 高いレベルのものもを要求されたことが、えー、私の記録を伸ばそうとまたさらに成績を伸ばそうという、えー、そういう気持ちに駆り立てられたんじゃないかなと思いますえっと北京オリンピックに出れなかった時から4年間、えー、金メダルだけを目指して、えー、必死に練習をしてきました。準決勝のイラン戦で負けた時は、えーやっぱりその 夢が終わってしまったというかそういう気持ちも少しあったんですけどそこはやっぱり今まで支えてくれてる人たち会場に応援に来てくれた両親や会社の社長さんだったりそういう人たちにやっぱりしっかりとした形で感謝の気持ちを伝えたいっていう気持ちがやっぱりすごい強かったので比較的すんなり3位決定戦には 気持ちしっかり入れ替えて、えー、臨むことができました。